デラッペンネ級駆逐艦。デラッペンネ9駆逐艦は、イタリア海軍のミサイル駆逐艦の艦級。第二次世界大戦後のイタリア海軍は、1950から51年計画によって、インペトオーソ級を建造し、駆逐艦の国産を再開した。以後の新造駆逐艦はいずれもターターシステム搭載のミサイル駆逐艦となり、 まず1956から57年度及び1958から59年度では、インペクオーソ9を元にした、インパビド級2隻が建造された。また1966から67年度では、ヘリコプター巡洋艦の護衛用として、インパビド級の拡大改良型であるアウダーチェ92隻が建造された。このように順次に、官邸の更新が図られていた一方で予算の、 制約は厳しく、心臓艦の収益のために旧式艦多数の退役を余儀なくされるなど、海軍兵力整備は綱渡りの状況が続いていた。この状況を打開するため、1975年に総予算1兆リラ10カ年計画の海軍法が成立し、質、量ともに充実が図られることとなった。この時、既存のヘリコプター巡洋艦3隻に加えて、 軽空母一隻、後のジュゼッペ・ガリバルディを建造し、これらのヘリコプター寿命艦、または軽空母一隻を機関とした二個外洋作戦部隊、編成して、それぞれにミサイル駆逐艦を二隻ずつ配することが構想された。この構想に伴い、インパビド級を代替するスーパーアウダーチェ級二隻が1984から85年度計画に盛り込まった。 これが本級である。船形はアウナーチェと同様の平ら板型とされた。ただしフォークランド紛争の船訓から設計にあたっては高端性が相応に重視されることとなった。マストと煙突に警報金を使用した以外は上部構造物、船体ともに高張力高、体力5 2 k g f ル、mm、としており、数用区画には ケブラー系のミレックスによる走行も施されている。また消火装置の能力強化など、ダメージコントロール能力の向上も図られた。さらにレーダー反射弾面積、RCS や赤外線副射の低減が図られたほか、水中放射殺音のためプレーリーマスカーも装備、されるなど、ステルス性の向上も施行されている。初期は、ルポ級以来のコドック方式が踏襲され、 マエストラーレ級と同構成となった。巡航機は、フィンカンティエリ系列のグランディも通りトリエステ、GMT ゲンバルチライタリア社製の BL-230 の 20DVM ディーゼルエンジン。高速機は、フィアット社のライセンス生産による、ゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンである。ただし、船体の大型化に対応し、 LM2500 がスタービンエンジンの出力は25000馬力から1割、増強した27500馬力としたほか、ディーゼルエンジンも超ストローク型となった。なお、ルポ級、マエストラーレ級ともに機関部はパラレル配置であったが、本級ではシフト配置に変更されたものと見られている。なお現、ユラ装置として、フィンスタビライザー2組が設置された。 戦術情報処理装置としては、セイドックマイナスに i p マイナス2 0を搭載した。これは CDG-3032 マイ電子計算機2機とワークステーション10機から構成されている。なおセイドックマイナスには、インパビド級駆逐艦の1975年の改修の際に初搭載され、ルポ級、マエストラーレ級でも搭載された後、1989年の改修で、 アウダーチェ級に発展型が搭載されているが、本級の搭載機はさらに強化されている。また2005年には2番艦、2011年には1番艦を対象として近代化改修が行われ、戦術情報処理装置の機能強化が図られたほか、後日のように電子機器が全般に更新強化されている。レーダーとしてはアメリカ製の案、 SPS-52C3 次元レーダーのほか、早期警戒用として、MM、MM-SPS-768、LAN-3L、目標補足用として、MM、MM-SPS-774、LAN-10S が搭載された。また前述の近代化改修の際に、LAN-3L は撤去され、AN-SPS-52C は、 mm, sps-798, ン -40L2, 乱 -10S は、mm, sps-794, 乱 -21S に換装された。防空艦として最重要の武器システムが、ターター -D システムである。本級の収益時期、国外では、イージュスシステムなどの先進的な武器システムが収益し始めていたことから、 アウダーチェ Q と同様の本システムを搭載したことによって批判にさらされることとなった。特に在来型の旋回式発射機である MK13GMLS の採用については MK41 など VLS に換装すべきであるという主張が海軍部内からもなされていた。しかしこれには本級の原計画は1 9七十年代のものであり、性能向上と引き換えの これ以上の遅延は、政治的に許容できなかったことから、全身的な改良に止められたという経緯があった。近距離用としては、従来のダルドを発展させたダルド E、ス -30 武器管制システムを搭載し、MM、SPG-76、RTN-30X 火器管制レーダーと連動させて、アルバトロス股間防空ミサイルと54合計 127mm、 単装速射砲、127mm コンパット砲、62、合計 76mm 単装速射砲、76mm スーパーラピット砲を完成する。なお 127mm コンパット砲は、アウダーチェ Q の回収の際に撤去された52番砲の再利用である。対艦兵器としては、テセオ MK に艦対艦ミサイルの連装発射塔を2機、 内誌4機搭載する。また2004年には、ミラス対戦ミサイルの運用能力が付与された。搭載する場合は、テセオ艦隊艦ミサイルの一部をこちらに、換装する形となる。格納庫は、長さ18.5メートル、ヘリコプター2機を収容できる。ヘリコプター艦板は24.013.0メートルで、イタリア海軍としては初めて着艦拘束。 機体移送装置を設置した。通常の艦載機は AB-212SW、紹介ヘリコプターだが、大型のシーキングやマーリンにも対応できる。当初は、アニモーソとアルディメントソと命名される予定であったが、浸水後の1992年6月10日、イタリア海軍の英雄にちなんだ名前に変更され、それぞれ、ルイージ・ドゥランド・デ・ラペンネ、 フランチェスコ・ミンベッリと解明されて1993年に収益した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。